広がる統計不正、うん、首相が、まあ、先頭に立てということで、産経新聞が社説を書いていますね、うんはい、2月1日、うんうん、働く人の賃金などを調べる毎月勤労統計をめぐる不正問題が拡大している。長年にわたる不適切な調査方法で政府統計の信頼性に疑念を招いたばかりではない。外部有識者による、はずの、特別観察委員会の検証では、厚労省の現役幹部らが聞き取りを行い、組織的隠蔽は確認できなかったなどとする中間報告を公表していた、はい、統計不正の根は深い。従業員500人以上の事務所はすべて調査すると決められている、毎月勤労統計をめぐり、事務所数が多いとの理由から、東京都内分は平成16年から3分の1程度の事業所を抽出する方法に勝手に変更されていた。でそれが今まで続いていたわけですね、はいうんはい、これもう厚労省とんでもない話 で、はい、もうやってくれたなと、うん、いうことですよ、はい、だこれもう統計が断絶してしまうというか、そうもう振り返れないレベルになってしまいましたし、これはだから前の自民党政権から続いていて、はい、2004年ぐらいから始まって、はいはい、で民主党政権をもうやりっぱなし で、はい、で今の自民党政権になってようやくこれが発覚したと、はい、10年以上なってたので、まあ、それ今元民主党だった立憲民主党が追及してるっていうのは、はい、だからなんか野党もこれ気づいてなかったじゃんっていう、そうもうまあ官僚はとにかくダメだよね、うん、いやダメですね。計算もできんのかと、だから前提条件崩したらおかしくなるっていう統計自体ね、成り立たないっていうの統計っていうか、こういうその、うん、あの集計というか、うん、もの間違ったら国民だったらペナルティー受けますからね。そう例えば確定申告行くときに、はいうん、あちょっとこれなんか経費計算間違ってたなと、はい、なったらダメです。あの追徴課税だと追徴課税です。ペナルティー食らうわけじゃないですか、はいはい、彼らなんかあるんですかね。彼らは首飛ばないんじゃないの、うん、だって前川だって天下り禁止してるのを禁止して、うん、まあ彼辞めさせられたけど、うん、けど辞めさせられた辞表だから確か、うん、だから結局退職金もらってるわけだもんね、うん、本来あれ首っしょ。いや首ですよ、懲戒でしょ、うん、だからあれを結局5000万ぐらいもらってるとかでしょ、うん、前川ですら。前川はねあれ、やっぱ潰したくても結局中曽根の親戚だから潰せないんだろうね中曽根の親戚でしょ、つながりがやっぱりもう中曽根ごと言ってくれって思うんだけどね本当にもういっそあいつがもう休み問題とかめちゃくちゃにしたわけだし、うん、あの勲章までもらうからね、あの勲章っていうかもう大勲位だからね。まだ生きてますからね。そうすごい長生きです。中曽根死んだら国葬だからね、大勲位で。いやえらい迷惑だよ中曽根って本当にやっぱ80年代半ばですからね、あの靖国問題なんていうのも、うん、あいつがおかしくしたわけだからね、うん、あれが大勲位って、ねまあ、そうだし、そのそうだから前から潰せないのも中曽根がいるからなんだけど、もろともやってほしいなっていうか、うんうん、ちょっと剥奪してほしいなと思いますけど ね、はい、大勲位を、はい、残業が多いとか、はい、なんかまあ基本的にあのそういう役所とかも、うん、すげえ効率悪いんじゃないかなっていう気がしますけどね、うんはい、そう国会もそうですし、いや役所がこんなにまあまあ結局ほら社会保障とかも計算できなくて、うん、人口を減る中で、うん、経済成長とかの、まあ計算ができなくて、うん、まあやってきてるわけでしょ、うん、社会保障費とかもこれも破綻状態してるわけですよ、うん、だから役所の計算のレベルも低いし、いやそうですね、うん、いやもうだから国会にしろ、はい、そのまあこの官僚の不祥事にしろ、はい、ちょっとなんかもう効率的に進めてほしいですね。効率的にっていうかやっぱ入れ替えないといけないんじゃないの、ある程度、まあ、そうですね、いやいやこれ計算できてないじゃん、うんうん、その今回のもそうだし、うん、かつてのその要は社会保障費ですよ、これからもう破綻するって言われる、うん、日本人ってこう、はい、形式にこだわって、うん、その旧態以前のものを変えられないっていうその悪習があるじゃないですか。責任を取らないっていうね、うん、そう責任を取らない体質に役所の人間は特になってるっていうね、うん、株式会社とかだと経営悪くなったらやっぱ株主が黙っちゃいないから、うん、経営者クビになったりとかあるけど、役所はやっぱ全然だってこれ政権変えても変わんないですからね。変わんない、
政権は責任取らされるところあるんだけど、うん、役所は責任取らされないっていうね、うん、そこにちょっとメスを入れるような、はい、入れるしかないと思いますよ、うん、もうあの戦後70年もね、うん、あのぬくぬくとやってきたし、うん、まあ、戦前の分もそうだよね、うん、例えばその真珠湾攻撃の前に宣戦布告を入れてるのに、うん、あそこのアメリカのね、うん、大使は結局宣戦布告を入れなかったわけでしょ、もたもたして、はい、でその間に真珠湾攻撃があったから外交交渉中に攻撃したっていう不名誉、騙し討ちだと、騙し討ちだって言われるの でその彼らは全員戦後あの官僚たちが守ったせいで栄達したわけですよ、うん、勲章ももらってるんですよ。いや、この騙し討ちした日本っていうね、あの今でも続く、うん、その不名誉を残した人間を外務省が組織を挙げて守ったわけですよ。外務省も相当やばいですからね、はい、相当やばいよ外務省。 今もそう、今もやばいよ、うん、本当仕事してないわけですよ、うん、あの僕らはこうやってサイレントインベージョンだなんだ自腹切ってね向こう行って、うん、いろいろ、そう、決してハワイって遊んでるわけじゃないと、ハワイって遊んでるわけじゃないよこんだけやってるのに外務省は散々海外行ってるのに、はい、サイレントインベージョンを見つけてきてないわけですよ。あ、はい、本当にそうですね、それ、あれ翻訳版もいつ出るんですかそれ。これまたサボってる官僚がうちの中にいまして、ちょっと遅くなっちゃうんですよ、はい、最初なんか去年出る予定だったような、いや去年出るだけちょっとイライラしてるんですけどね、はい、ちょっと、はい、官僚おりまして、はいはい、はい、そうです、まあ、それね、こういう不正が、はい、これはもう政権をもうね、はい、上げてやるべきだ、はい、官僚が間違いを認められるようになったらもう少し良い国になる気がする、出身雇用の公務員制度やめる、そうですね、アメリカは、構造改革とか政治改革って言葉がないんですよ。なぜかというと4年に1回の選挙が終わると官僚も全部入れ替わるからなんですよね、うん、だから絶対に選挙があると政治改革をしてる、構造改革してる形になるんですよ、官僚入れ替えるん でなんか日本は選挙が終わった後も官僚残ってるんでやっぱ構造改革できてないんですよ ね、 そうですね、はい、アメリカ人ってよくキャリアの話するじゃないですか、うん、はいはい、私のキャリアがどうだとか、うん、はい、それでやっぱり移動が激しいから、うん、ああいうキャリアの話ばっかり、まあそうですね、してるわけですよね、はい、だそこでなんか、はい、あの政権についてはちょっと俺の履歴書に傷がつくなっていう時には行かないだろうし、そうそうそう、トランプの時に行くかどうかっていうのを考えたりとかね、うん、はい、非常に迷うところでしょうね。そうですね、機長の官僚の尻を叩く費用の出しにできれば、はい、叩いていきたいなと、官僚のね、そうですね、尻を叩くということで、やっぱ公務員の人の中にはいい人もたくさん知ってますし、うん、いるんですけれども、やっぱり組織として見ると結局こういうその責任を取らない体質とかね、うん、組織のトップの人がやってないっていうのはちょっとありますんでね、うん、はい、来週の火曜日またあれですね、はい、虎ノ門ニュースに出させていただくということで、はい、火曜日の朝8時に、はい、ぜひご覧いただければ、そうですね、はいはい、思います。同じ DHC でいうと、はい、先週の金曜日ですね、はい、金曜日違う月曜日か、はい、に放送されたニュース女子にも僕がちょっとだけ出ていて、はいはい、やっぱあれですね、こう収録した感じと放送されるんだと編集されるから違うもんですね、うん、あ、そう、僕だいぶ後半喋ったんですよ。あ、はいはい、結構なんかもう出しゃばって喋ったぐらい言ったんですけど、うんうん、やっぱ切られてました、ね、そうそうなんだ珍しく出しゃばってた。いや、多分だから僕の言ったそのしょうもない話が多分切られて、はいはい、あ、なるほど、はい、こうバランスよく、はいはいはい、そういう感じでしたね、はい、まあ、ただこれニュース上司は一旦非公開になってるので、はい、うんうん、再度公開されるのが、うん、地上波の地方局で放送された後、はい、まあ、数週間後になるのかな、はいはい、なので、まあ、ネットだと、はいはい、再度見るにはちょっと時間かかるので、はいはい、何これ、それも期待していただければ。吉木里沙さんが和也さんのファンだったっていう書き込みがあるんですけど、僕の動画見てくれたの、見ててくれたんですよ。マジっすか。そうなんですよ。おお、まあ人妻ですけどね。そう、人妻です。はい。人妻。はい。はい。人妻です。いやいやいや。一緒に写真撮ってもらいましたから。あ、そうですか。はい、ああ、なるほど。わかりました。そうなんですよ。吉木さんって僕、同い年ですからね。あ、なるほど。実は。なるほど、なるほど。はい。学年が同じという。
はい、和田さんやきもきって書かれてますね。はい、やきもち。いやー僕そうですね、花さんとか山岡さんとしか放送してないですからね、はい、年齢の高い男性に思うそ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 うはい、まあ、ですよ、はい、こういう業界しょうがないですよね。そうですね、こういう業界は、はい、だってもう、はい、50代でも全然若手じゃないですか。そうですね、この業界だと結構女性のアシスタントをやりたいっていう人もいるみたいなんですよ、はい、あ、そうですか。番組に出て、はい、でもいいんだけども、うん、内容的に大丈夫かなと。あ、やっぱちょっとこうね、そういう、うん、知識的なものとか、うん、あと思想的なものがあるじゃないですか。そうですね、万が一ちょっと外したこと言ってしまうと、はい、その方の今後の活動にも影響が出るかもしれませんし、まあ、編集であれば、ね、はい、カットすることもできますけど、うん、生放送とかだとちょっと難しいのかもしれませんね。ですよね、うん、はい、まあ、本人がいいっていうならもう、まあ、いいかもしれないですけど、はい、はい、ということですね、はい、まあ、DH 今後も呼んでいただければ、はい、出ると思います。そうですね、はい、はい。